さあ行きますか。ちょっと気合い入れて散歩に行きます。今日はちょっとこっち方面にずんずん向かいます。てかブルーボトルやってる？大丈夫？なんか店員さん不足で深刻な営業時間が。ほらやってないよやばくない？土曜日の3時でもうやってないっていう。営業時間も書かなくなってしまいましたね。どんどん時間が短縮されていきます。今日は野外ジムはやってないですね。さあアドビの、アドビのオフィスあたりまでやってきました。これで3分の1ぐらいですかね。ちょっとお腹が体力が尽きる前に着きたいです。こっからはひたすら北上していきます。サンフランシスコにもともとあったマクドメディア由来のアドビオフィスまでやってきました。もう半分は超えましたね。あとちょっと頑張ります。だいぶお腹が空いてきました。ちょっとここまでの経緯で、サイトグラスに行くんじゃないかと、予感したあなたは相当なドリキン動画マニアですけど、今これサイトグラスの前を通過しようとしています。今日は実はここでは目的地はありません。サイトグラスの前を、あでもやってますね。サイトグラスやってます。結構空いてる。入れそうですが、こう通り抜けてさらに突き進みます。さあここを、左折します。どうだろう、やってるかな。ちょっとまだここからでは確認できません。さあやってるのでしょうか。ちょっと心配です。ここまで歩いてきてやってなかったというのショックちょっと大きいんですけど、見えてまいりました。あこれやってる感じです。看板が出ております。あーなんか活気があります。じゃじゃーん、セラメーカーブリューウィングカンパニー。ここに、わすごい、ここにやってまいりましたが、入れるでしょうか。おーいい感じじゃないですか。ちょっとビブラタルトの跡地を見ていいですか。ビブラタルトにここによく来てたんですよ昔は。これがねビブラタルトのカフェ、一時期本当毎週のように来てましたが、ここはなんと閉まってしまったんですよね。残念ながら完全に閉まってますね。一応なんかロゴは残ってますけど。でその隣にいつもここら辺にパーキングするときになんだろうねって言って見てたのがビール屋さんあったんですけど、これなんかセラメーカーってやつで、僕らいつもガスズとかでここのビール探してるのに売ってないねって言って、なんか探し回ってたんですけど、気づいたらいつも素通りしてたここが、ビール屋さんの元でした。ということでここに行こうと思います。おーすごい、めっちゃいい匂いします。めっちゃいい匂いです。ベストポジションを発見しました。ここじゃない？何にしようかめっちゃ悩みます。うわ楽しげー。今ビールメニューやってきました。コーヒーシガレット、パイナップルピーク、うわーめっちゃ楽しげです。グリーンパークラガー、どれにしよう。やばい、またT シャツが欲しくなってきました。結構かっこいいのあります。 100% グッドです。これ頼みました。ネズミさんはなんかワインビールハイブリッド、このシラーってやつです。めっちゃいい匂いします。 Thank you. Oh nice. Okay. These one. いいよ。 Come on, this one. Yeah. Thank you. お菓子
ていうか食べ物がなくて今スナックしかなかったんで、ちょっとこれで空腹でいただいちゃいます。乾杯。いただきます。うまっ。あの奥にちゃんとビール作ってるところあるんですよね。工場が見えます。おー、すごい、めっちゃビール作ってます。しかしちょっとこれ混みすぎたんでちょっと怖いんで、今日は一杯飲んで撤収します。ちょっとまた来ます。ちょっと本当はもう一杯ぐらい飲みたかったですが、まああの混みすぎてるっていうのもありますし、ちょっとお腹が空腹すぎたんで今サイトグラスに移動してます。まあサイトグラスも多分30分ぐらいで閉まっちゃうんですけど、さあじゃあ久々にサイトグラスに入っていきます。あ、なんか混んでる。あ、食べ物は何もないです。パンが何もないです。完全に売り切れ。いやいや、危なかった。最後のクッキーとドーナツ。いや、OK。危なかったです。しかももうすぐクローズしちゃいます。これ何？シロップじゃない？違う？あ、違う、なんだろう。シュラブだって。なんだろうね、ソーダーズ。お、カクテル。カクテルソーダだって。え、うまそうじゃない？フェロフェローもあります。あ、てかむしろ豆買ってきたいけどね。ディカフ、あ、なんか新しいのあるんじゃない？あ、ディカフ、はい、うん、これだっていつお、すごいすごい、23日ブレンドだから新しいですよ。いいっすね。え、これ、うん、これ何？カクテルソーダね。買ってますか？グラノーラも買ってますか？グラノーラ、うん、帰って飲みたい。はい、じゃあちょっとしたものも買ってきます。やば、昨日焙煎したやつ見つけてしまいました。これは絶対ゲットです。わ、なんかちょっと久々のサイトグラス懐かしいですね。だいぶ豆のストックが減ってる気がします。懐かしの2階席です。カプチーノいただきます。ちょっとサイトグラス忘れてました。この2階、ここめちゃくちゃ暑いんでした。今も暑すぎて上着脱いで T シャツ1枚になりました。ちょっと軽くじわってます、汗が。さあ何気に結構距離ありますが、これからまた歩いて帰ります。いいこと思いつきました。このタートルタワー、ここでフォー食べて帰ります。ここめっちゃ美味しいんですよね。もう何年も来てなかったですけど、久々にこれ帰ったらもう今日晩飯いらずです。うわー、ちょっと久々すぎて何頼めばいいか忘れちゃいました。なんかお気に入りあったはずなんですけど、どれだっけ。うわー、ちょっと久々で感動。これをつけるのがいいですよね。はい、来ました。フォーいただきます。これ入れすぎると大変なことになるけど、入れないと物足りないんですよね。さじ加減が難しいです。ちょっと入れるけど決して直接食べてはいけない感じ。久々、いただきます。うまいです。感動。さあ、そして昨日さらにサイトグラスで買ったこのデカフのコーヒーですね。コーヒー豆、これなんかもう焙煎日が昨日だったんで、あまりにもテンション上がってまだちょっとコーヒー豆結構あったんですけど買ってしまったんですが、なので早速今日はこの一番フレッシュな豆でコーヒー入れていきたいと思います。あ、意外と入りましたね。じゃあちょっと久々に 30g チャレンジいこうと思います。入るかな、よいしょ。これで1投目いきます。ダン。あー、いい感じですね。そして、あ、これはいける気がします。ダン。
どうだ。あー、めっちゃ惜しいです。今一瞬いけた気がしたんですけど。じゃあ今日は 30.5g でいきます。最初にお湯を、あのカップを、カップっていうかこの紙を一回お湯でなんか湯がくの、これめっちゃ重要ですよね。結構紙の匂いがすごい最初プーンとしてくるんで、一回お湯を通します。余ったやつはちょっとカップを温める感じでここに入れておきます。これがめちゃくちゃ優秀です。どうやってやろう。こんな感じで、このね、水の量がちゃんと出てくるんですけど、これが計測器で測るときに結構一致してるんですよね。だいたい 380ml ぐらい入れてるんですけど、本当に出来上がったときにだいたいそのくらいの重さになります。じゃあちょっとよく見ててください。ちょっとぴったり止めれるか、怖い怖い。はい、今383で入れました。じゃあこれを沸かしていきます。じゃあちょっと1投目注いでいきます。まずは、全体的に湯通しみたいな、なんか蒸す感じですね。 30g ぐらいでまずは30秒蒸します。はい、じゃあ30秒経ったんで、ここから1投目 100g 僕はいつも入れてます。こっから30g から 100g ですね。だいたい 100g 入れて、でこれが沈み切るまでちょっと待ちます。このポタポタが止まったら2投目いきます。はい、じゃあ勢い弱まってきたので次2投目、もう僕はだいたい3回で終わらしたいんで、2投目は一気に 100g、 だ 200g まで入れちゃいます。やっぱ新しいやつはこのなんか違う気がしますよね。結局なんかコーヒーの美味しさって鮮度に尽きるんじゃないかっていう、最近入れ方も重要なんですけど、なんか鮮度がいい豆だったら大抵美味しくなる気がしてきました。なんかこの豆落下早いですね。じゃあもうあと最後、もう 100g でいきたいところですが、めんどくさいんでもうあとは全部入れきれますけど、さっき 380g ぐらい、お湯入れたんで、それが全部入れると本当だったらこの重さも380になるはずなんですけど、どうなるでしょうか。一回300で止めておきます。一回これで止めて落ち着いたら入れてきますね。で4投ですかね、4投で。じゃあ今度もう注ぎ切ってしまいます。これで何グラムいくのかが大注目です。さあこれで大体、はい、注ぎ切りました。で重さ見るとじゃんと393、まあ、10g ぐらい、いつもなんかもうちょっと誤差少ない気がしますけど、 10g ぐらい多かったですけど、でもやっぱり結構正確なんですよね。あれすごい便利なんですよ。水の量を計測できる蛇口、あれめっちゃおすすめです。一応僕はこの注ぐ時もだいたいちょうど量が2杯で半分ずつなるぐらいはちょっと測りで見ながらだいたいいつも入れてますね。だいたい150入れたら切り替えて、これでもう150を入れて、あとはまあ適当に分割するって感じですけど、だいたい同じ量になるところを確認して残り分配します。あと適当ですね、半分入れてじゃじゃっと、まあこんな感じですかね。なんか懐かしいよ、あそこに行った頃の、うん、いただきます。なんか泣きそうになった今あのサイトクラスでの、あでもね、うん、やっぱフレッシュ、ちょっと変わった、全然違う、ちょっと変わったよね。
もっと酸味があった気がした前。うん、なんかね、酸味よりもキレが強くなった、うん、そうそうそう、ロースト感がキリッとしてます、うん、キリ。え、でもなんかね、あるね、やっぱ特性がね。うまい、うまい。あそこのお店を思い出さない？あそこで熱い、熱いね、ここっつって昨日熱かった昨日熱かったちなみにこのマグカップついに予約締め切りですなんかいかにも CM っぽい感じなCM 感出てきてます、はい、これ多分この動画公開してる日が予約最終日な気がします。なので欲しい方ぜひ概要欄チェックしてみてください。こっちのバックスペースロゴ入りと、あとあれですね、松尾カップもあります。松尾カップ かわいい自分作ってないけど松尾カップかわいい。いただきます。Yeah, I start to clap.